当時のマート監督が前の一番のやりたいポジションはどこだって言われて、その時チームが 4-4-2 のダイヤモンドでやってて、ダイヤモンドのワンボランチのところをやりたいって言ったんですよ。でそしたらそこですぐに監督が使ってくれて、へ、まあ、ただそこにはブラジル代表のジョスエっていうあの選手がいたんで、あの僕がそこやりたいって言ってから、その次の週の練習からあのそいつに思いっきり足削られて続けました。さらに鬼軍曹と呼ばれたマガト監督の存在がその後のキャリアに与えた影響も大きいという。もう二度と一緒にやりたくないっていう話を聞いたんだけど、長谷部から。やりたい、やりたくないっていうのは無理です。あの厳しくて。練習は相当ハードなんでしょ？一日3回練習するときもありますし、何がきついかって言われると、あの、練習メニューとかを言わないんですよ。その、例えば走りの練習1000メーターって言って、だいたい今日は1006本やるよとか、1008本やるよみたいに言うじゃないですか。うん、まずかん、マガさんは言わないんですよ。だとりあえず走れみたいな感じで。ずっとエンドレスに、走って、でも10本行った時に終わりだろうみたいな感じになって、みんなやっと終わったってなったら、いやいや、まだだぞみたいな。で、また11本走って、で、12本行って、もう12本で終わりだろうって言ったら、まだやべえみたいな感じになって。13本で、これ14本かなって思ったら、13本で終わりだった。先は分かんない。国見高校みたいじゃないですか。ストイックですね。おそらくメンタルの部分もやっぱり鍛えようとしたんでしょうね。あ、そうなんですね。あ、その時かなり若いチームでしたし、一番鍛えられたのはやっぱりメンタルですね。その最初に行った時に全く信用がないわけじゃないですか。あ、監督からも周りの選手からも。でも数年であっという間にキャプテンマーク巻いたじゃないですか。あ、あれはどういうチームに変化があった？僕自身はあのそんなに特別なことをしているとは思ってなくて、自分のこのパーソナリティというか、まあ、日本で培ってきた、このパーソナリティを出していただけというか、まあ、もちろん自分の中で他の選手と一緒にご飯行ったりとか、まあ、例えば、ね、そういうクラブ行って、まあ、みんなとこうコミュニケーションを取らなければいけないと思ったんで、そういうところも行ったんですけど、少し変えた部分もありますけど、でもやっぱり根本の部分はやっぱ日本で、まあ、受けた、まあ、教育から、まあ、そしてプロに行って浦和レッズで、あの、まあ、草はじめ先輩方にこう教わった、そういうものを出していたら、自然とこうなんかこう信用っていうか、そういうものをこう周りの人たちが受け取ってくれてる感じもありますね。なるほど。